さっつんです。今週はベンガルズの週ということで、今日は私さっつんがベンガルパワーについてお話ししていきたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まず自己紹介なんですけど、ベンガルズでサックスを吹いてます、サッツンって言います。なんか深海魚かわいいで、なんかネットで検索したらなんかピンク色のやつ出てくるんですけど、なんかそれにめっちゃ似てるって言われるんですよ。なんか皆さんも検索してみたらちょっと似てるかもってなると思うので、1996年2月24日生まれで、今24歳です。で、魚座の A 型です。好きな食べ物はまあいろいろで、嫌いな食べ物もなんか思いつかないんで、多分あんまりないんだと思います。趣味はまあ音楽全般と、あとアニメとかめっちゃ好きで、漫画とかも結構読んだりするん で、なんかドロップアウトのヒューさんとかとめっちゃなんかアニメの話とかしてるんで、なんかもしおすすめとかあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。あと古着とかもめっちゃ好きで、よく古着を買い漁ってます。ソウルパワーでの思い出なんですけど、なんか毎回なんかライブがあるごとに打ち上げとかだったり、まあいろいろなんか思い出が更新されてくんで、なんかみんなも更新されてくれって言ってたと思うんですけど、まあ私もそのタイプで、まあ、印象に残ってる話をしようと思います。なんか初めてライブをした日のことなんですけど、まあリハとかも初めてやるから、まあ、分からないことだらけなんですけど、普通にまあ、リハをしようってなって、でその、まあ、一人ずつなんか音のチェックみたいなしてくじゃないですか。でなんか私の番になってサックスを吹いたんですけど、全然なんか音がなんか出てないみたいな、めっちゃなんか敏夫さんにめちゃめちゃ怒られて、でなんかめちゃくちゃもうもっと強く吹けよみたいな、お前も下手すぎだろみたいな、なんかもうすげえうわーって、初ライブの時にもうリハーサルでもううわーって言われて、でなんかもうこれ以上吹けんしとか思って、でもめっちゃもう吹いとったけど全然聞こえんみたいな言われて、でも敏夫さんがめっちゃもう怒ってステージに上がってきたんですよ。そしたら私からサックスを奪い取って、なんか私のサックスを吹き始めたんですよ。それで全然それでも音が出ないんですよ。なんでよみたいな、もう楽器悪いんじゃないやんかみたいな、なんかめっちゃもうブチギレてきたんですよ私に。いやそんなブチギレてないですけど、でなんかそしたらマイクの線が違うとこに繋がってて、で結果的にそれを直したらちゃんと音が出たっていう話なんですけど、なんかその後まあ普通にライブしたんですけど、まあダメダメで、
で、なんかライブ終わってよくよく考えたら、あれ私え、俊夫さんと関節キスしたみたいになって、え、なんかもう何とも言えん気持ち、え、全然嬉しくないけど、なんか気持ち悪く、うん、なんかね、すごい嫌な気持ちに なった後からちょっとっていうのが思い出です。いや、思い出っていうか、なんか印象に残ってる感じで、で、なんかその日の打ち上げで、なんかお前協調性ないからバンド向いてないし、バンドやめた方がいいよみたいな、なんか説教みたいなされたけど、今はなんかイエー友達みたいな、まあ友達じゃないですけど、なんかもう仲良しイエーイみたいな感じですね。なんかなんでそんな、なんか仲良くなったのか自分でも分かってないんですけど、なんか仲いいですね。ゆうこさんも親友だねみたいな、ちょっとノリで言っちゃう仲みたいな感じなんですけど、まあそれがまあ印象に残っている思い出ですね。ソウルパワーとアンダーザステージの一時撤退っていうのがまああって、まあ、2人は前向きな決断って言ってて、まあ、私はまあ正直悲しい気持ちもありますね。やっぱあそこでいろんな人に出会っていろんなことを経験させてもらったんで、悲しい気持ちはやっぱりあります。でもなんかそれ以上にやっぱ先輩たちもね、自分たちよりもあそこにいた時間は長いから、やっぱり思い出とかもいろいろあると思うけど、なんか前向きにみんな考えているから、私も前向きに考えていきたいと思います。次、ソウルパワーがアンダーザステージが新しくなった時に、自分たちももっとパワーアップしてライブして、ウェイみんなでやりたいので、その時が来るまでちょっと自分たちで今何をすべきか考えて行動に移していきたいと思います。なんかうまく喋れたかわかんないんですけど、ちょっと動画なんで緊張してるんで、なんかいつものウェーみたいな感じは出せんかったけど、なんかもし次やるとしたら、もっとなんかはっちゃけていつものさっつんを見せれたらなと思います。最後まで見てもらってありがとうございます。じゃあねー。